悩み、ちょっとこの場を借りて相談させてもらっていいですか、ね、おー全然いいですよ。営業強くなりたいんですよ。ガチのやつじゃん。ガチの悩みだ。そうですよ。いやそういうのお客さんの前じゃなくて、いや陰で2人でやればいいじゃん。致命的に弱いじゃないですか営業が。まあ正直ね、僕ら営業強くはないけど。そうでしょ。でもやっぱ今後ね、うん、その営業の仕事なんてやっぱたくさん振られる機会もあると思う。いやまあ確かにね。だから今のうちにね、やっぱ告白、克服ね、克服しといた方がいいなって。確かに営業強いに越したことはないからね。そうでしょ、うん、なんで僕今日ね、うん、その営業で使えそうなネタをちょっとなんか考えてきたんで、うん、あ、考えた、この場を借りてちょっとやらせてもらっていいですか、ね、あ、いいよいいよ。大丈夫、ここで受けたらね、うん、実際の営業でも使えるわけ。そうそうそう、あ、一石二鳥じゃん。いいでしょ。あ、全然いい。じゃあこれ今から本当のじゃあ営業だと思って、うん、じゃあ僕今からそのネタ言っていくんで、うん、まあじゃあなんとなくついてきてもらえる。あ、分かった、入っていけばいいから。お願いします。あ、オッケーオッケー。はい、どうも深緑と言います。お願いします、杉山と山木でね、はい、深緑と言いますので、ね、顔と名前だけでも覚えてくれればなと思います、ね、お願いします。はい、それにしても今日あれですね、うん、悪そうなお客さん多いですね。悪そう。こちらから、終身刑、終身刑、一人飛ばして終身刑。芋煮用のネタやってない刑務所芋煮用のネタ。そこは、人の懲役の長さ。先進まないで、その手前で止まってるから。でそのお前が言う営業ってひょっとしてその刑務所の芋煮のことを普通に学園祭とか、なんかショッピングモールとか、そういう営業で使える。じゃあ絶対違うって。なんで終身刑、終身刑って、それお客さんが囚人じゃないと成立しないつかみだって。考えてみて、何がガチの犯罪者に向かって本体重視でもう笑わないと思うんだよ。そうか、本当にやってたらもう笑えないから。そういうもんなん。毒まむし三代王は本当の泥棒に向かって泥棒維持しないから、ね、確かにそう。それで一緒。そういうもんなん。意外と普通のお客さんの方が笑ってくれたやつ。あ、毒舌みたいなもん。そうそう、大丈夫。なるほどね、ごめんなさい。あ、他にもね、うん、あるあるネタね。あるあるネタ、あるあるネタもやっぱ営業で受けやすい。確かに共感の笑いだからね、みんなに伝わるんですよ。なんで今日は皆さんにね、一つ囚人あるあるという芋用のネタやった。やっぱ芋用のネタやってんだろ。何囚人あるあるって、もう囚人にしか絶対伝わんないよ。大丈夫大丈夫。何がちゃんとシャバでも伝わる。シャバってお前もう刑務所の言い方になってるから。肩着でも伝わる。肩着もおかしい。なんで極道の用語がちょっと入ってきてる。大丈夫、普通の人でも伝わる囚人あるあるを考えてる。囚人あるあるって何なんだ。どういうやつ。例えばその大相撲中継だけは確実に見せてもらえるので、嫌でも相撲に詳しくなっちゃうんですよ、ね、伝わんねえだろ。その刑務所で大相撲中継毎回見るって知らないから。いやマジで、ヨラウェイは初めて聞いたよ。いやでもあれに書いてあったよ。何、このホリエモンの手記。読んでねえよ。なんでお客さん全員ホリエモンの手記読んでると思ってんの。あれ日本人のバイブル。バイブルじゃねえよ。分かる、囚人のバイブルだ。いや違う違う、でも本当に普通の営業で頑張りたいだけなんだ。本当か。本当本当。絶対芋煮用のネタやってんだろ。だってほら営業ってさ、結構手当ての額がいいって言うじゃないですか。いやまあ、らしい話だよ。だから極端な話、営業強くなれば、もう手当てだけ。ギャラのこと手当てって言うな。慰問の時だけなんでギャラのこと手当てって言うの。おかしい、もう慰問用ネタ。いや別にいいんだよ、慰問用ネタやりたいんだったらそれでいいんだよ。今やってもしょうがないから。は来るわけないんだから、慰問の仕事なんて。まあそうかもしれないけど、普通の営業だから大丈夫です。絶対おかしいよね。まあ、他にもね、時事ネタね。時事ネタ、時事ネタもやっぱ営業いいって言いますから。時事ネタ、まあでも最近ね、びっくりするニュース多いですけど。びっくりするニュースね。やっぱ一番びっくりしたのはね、国民的グループのね、分裂騒動ですよ。あ、こういうのは大丈夫ですね、時事ネタだ。いや本当ね、そのなんか派閥がね、はい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 、言われてますけどね。ね、ちょっと前の話ですけどね。こんだけ歴史あるグループがね、やっぱそういう形で解散するっていうのはやっぱファンとしてはものすごいショックですよね。いや悲しかったですね。そうでしょ。だからもうね、できることならね、やっぱもう一回離れていった若頭の人たちが。山口組の話してる。山口組分裂騒動の話してる。え、逆に何だと思って。慰問の話なんだ、これも。えこれも慰問用のネタだろ、お前。だから何回も言ってるけど、これショッピングモールでやるんだよ。嘘つけよ。ショッピングモールでスマップの解散と山口組の分裂掛け合わせた漫才、誰が笑うんだよ。めちゃめちゃニュースでやってたから、みんなに伝わる。伝わんねえよ、お前。ショッピングモールちっちゃいお子さんとかお年寄りのに、山口組の漫才、誰が笑うんだよ。いや、でも大丈夫、大丈夫。これちゃんとそういう幅広い客層も意識して、もう最終的に、めちゃめちゃ泣けるポエム読んで。いや、それも慰問のやつじゃないか。